皆様こんにちは。四軸的心です。私は今錦帯橋から、西岩国駅に向かって歩いています。錦帯橋岩国城方面から渡りますと、まっすぐそのまんまこの道につながっています。すごいですね。したがってこの道は西岩国駅が開業した時には岩国のもうそのいわゆる中心ですね。そして、お城の時代というのも中心の、もうこの道なくしては岩国はないという、そういう道だと思うんですよね。まっすぐですからね、まっすぐ道が。あ、ご当地宇野千代さんの言葉ですね。篠の川内区も習慣である、笑顔が習慣になれば締めたものである。いや、おっしゃる通り。格式の高い家というか建物が多いのと、当然昔からの中心地ですから、あんまり見ないですね、ああいうのもね。わずか100メートルぐらいしか歩いてないんですけど、いや来てよかったなと。いやいや、こんな感じですからね。こんな旅館だったんですかね、昔ここは。すごいな。しばらく歩いて堪能したいと思います。そうなんですね。でもこっちとかも元武家なんですかね。なんかもうすごすぎて、なんか異次元に来たみたいです。この正面の神社がですね、バスに乗ってると あそこの信号のところがバス通りなんですけど、こっち側の通りがすごく遠いところに感じるんですけど、こんな近いんですね、やっぱりね。西岩国の駅の辺になるとかなり離れる感じになりますが、あ、なるほど。錦帯橋の方からずっとこうまっすぐこずに右折をすると、あそこら辺でなんか標識が出て、こっちに曲がるといいですよ的な標識が出てたと思います。結構ね、この公園のなんていうんですか、あれも趣がねあるんですよ。神社の緑地なんですね。だから道とかができる前はこう神社の一部だったんですね。なるほど。そして1日3本ぐらいしか来ないバス停です。もう岩国城からこう山陽道へ至るも重要な道だったんですね、この一本道です。いや、なんだかすごいところにやってまいりました。岩国寿司を売ってるところだっていうのは分かるんですけど、これ絶対の最初はそうじゃないですよ。この作りはもう絶対に旅館ですね。で、この山口銀行の建物がちょっと見にくいんですけど、なぜか煙突がどう見ても銀行の作りなんですけど、
もしかしたら高級なホルヤだったのかもしれません。あのやらしい意味じゃないですよ、やらしい意味じゃなくて、とにかく建物が古いです。時折新しい建物もあるんですが、もう古いです。古い、根本的に古い建物が多いですね。やっぱりこの通りは歴史ある通りのようです。美術教室はわかるけど、おそらくもともとはそういうものじゃなかったんじゃないでしょうか。作り的に病院とか銀行とか、どういう境遇に置かれても生き抜く力、それが信念。いや、おっしゃる通りです。昭和58年とかのようですね。多分ここも今一般の会社ですけど、全然そうじゃなかったんだと思うんですよね、この重厚な作り。なんか中村モンドを思い出すもんですね。とにかく新しい建物もあるんですが、古い建物がこれでもかと、あの木造鉄筋問わず、これでもかと言わず古いですね。この造り、元病院かな。もうここら辺のこの建物も一目見たらもう旅館だってわかります。まあ元ですね、元。ここも何か商売をしていた感じですよね。ここももうなんか商売をしてた感じですよね、この作りですから。つまり今ここ歩いてるのは私一人、一人ってことはないか、前から一人歩いてきてますけど、いやでもそんなもんなんですが、昔はここはもっと人が歩いていたと。お寺も多いですね。さっきもあったんですが、またです。あ、ここは幼稚園もやってますね。幸せだから感謝するのではなく、感謝できるから幸せなのだ。いや、おっしゃる通りです。そしてここももうこの人も元旅館か、元商売をやってたか、商店をやってたかっていうところでしょう。もろですね、これはもう絶対元旅館ですね。そしてあの少し行くたんびにこの銀行とか JA とかがあるんですよ、この人が通らないところに。つまりここは昔は、今は人がいないかもしれないけど、
昔はここなくしてこの岩国を語ることはできない、そんなところだったんだと思いますね。ここももっと商売ですね。ここももっと何か商売をやっていたところですよね。この隣もそうだし、まあ、この左の新しいところもそうでしょうね。もうここなんかもう絶対ですよね。なんか旅館っぽいですよね。だから錦帯橋に行くのにかなりの人が、今みたいに新幹線があるわけじゃないんで、もうここで一泊をするっていうのを前提にですね、だろうかなと。ここもそうですね、まあ、お肉屋とかは別として、まあ、この家はどうなんでしょう。なんか商売やってた感じですよね。でもこれなんかも完全に旅館ですよね。作りが、朝起きたらこうガラガラっと開けたらちょっと気持ちよかったりとかするんですね、昔の旅館は。で後ろこうつながってますでしょ、蔵に。前回前々回に続きへいへい言ってすいません。もういや結構 歩きましたよ、20分ぐらいは。ああ、そしてあの金明治のあのあれですからあれって言ったんじゃ分かんない。もうこれはでこう見えてるのこれ岩徳線ですのでね。で、向こうが橋なんです。あれが錦川ですね。ですですです、はい。もうこの金明治のとこまで来たらもう西岩国駅に着いたようなもんです。ああ、ここも元旅館っぽいですね。あの2階の作りでだいたいあの2階なのに吐き出しみたいなのがあったらだいたい旅館ですよね。ここはあのこの先の歩道橋がのところが駅なんですけど、回避して、あ、その前にちょっとズームしときましょうか。こういう感じなんですね。でそのさっき映ってたところをまっすぐ行ったら、2号線に通じて、岩国ということになります。多分効果ができる場合はこっちがこう メイン的な道だったんだと思いますが、なんとなく雨が止んだっぽいですね。こういう感じです。さっき見えてた突き当たりですね。ということで今回錦帯橋からもう西岩国駅はすぐわずかなんですけど、
悪天候の中だったんですけど、歩いてみてよかったですね。やはりここも車で通ったことは何回もありますが、歩くというのはなかなかありませんし、まあ今日も歩いてみたんで、そのなぜ錦帯橋の前の道が人通りも少ないのにまっすぐなのか、ああそれも自分なりによく分かりました。広島まで42キロ、42キロなんですね。呉から30ちょいですから、それは JR に乗っても呉から広島と岩国から広島はさほど時間が変わらないのは納得できます。おそらくあの絵の感じではさっきの高架の下を渡らずにこのセブンの前まで来て歩道橋を渡った方がいいはずなんですが、もう取り直しなどする気持ちなど一切ありません。そしてあのバスはこの先まだもう一個信号があるんですが、そこでこの道と合流するということになります。はい、やってまいりました。ヘロヘロになりながら西岩国駅到着です。昔の人はここから歩いて行ったんですね。